なりいいです。 M 字開脚ステージとケツ突き出しステージ、高尾いくでしょお前。おお、なんだこれ。あ、ラッシュ入ったのあ、負けた。あ、割とさらっと終わった。左打ち大事故を食らわなくて済んだんで、とっととやめたいと思います。さあ、というわけで、午前中のお仕置きはね、運よくというか、かなりのミラクルで地獄の底から生還しましたんで、ここから普通の場所やってみたいと思います。海です、海。まラパークというケージといえば海でございますんで、であっちの大人気は大海なんですけど、もう満員って感じなんで、今日もライトでブラック。深く事情は申し上げませんが、まあまあ打っててしびれますね。しびれます。今日はスリリングなパチンコが打てて、私は幸せ。うわっありがとうございました。当たるし、いやー、もう本当に何なのパチンコ、もうっていう話ですね。ありがとうございます。ここでお仕置きで鬼ハマりした成果が出たわけですよ。よかったー。もう結果オーライの積み重ねで、今日なんとなく仕事してる気持ちになってますけど、さすがにこれはまずいから、今どうしようかっていう相談をしてたとこで当たったんです仕切り直して、これなかったことにしようかみたいな話までしてたんです。当たるしねんちゃんしてお願い。さあ行こう。久しぶりにブラック当てたんで、ここは連チャン取っていきたいな。さあ、お願いしますよ。リーチくらい変わってくださいよ。お願いしますよ。なんもないの禁止やぞ。うん、例によって確変中に一切止め打ちする必要はなく、球減らないっていうのは一緒です。ここはしっかりケーズ色を出します。おイルカからの、石台からのイルカ。あ、若い。お疲れ様。バリバリお疲れ様。何やったっすか、何やったっすか、今当たり特にいらなくね、今当たり入ったな、本当に。だんだんとこう迷走状態になってきましたねいいことですね。こう最近の台ってね、さっきもそうだし、これもそうね、毛色、方向性、見せ方、訴求先、まるで違うもんじゃないですか。でもね、共にね打っててね、なんやろな、こうパチンコに没頭するんじゃなくて、いろいろ考えちゃうっていうか、パチンコとは何なのか、娯楽とは何なのか、そして自分の人生って何なのかみたいなことを考えちゃうですね。海の場合はこうね、もうずっと同じリズム、極端な煽りもなければ、淡々とリーチかかって泡が出てみたいな、その一連のこう反復繰り返し、ここに一種のこう迷走状態を喚起する力があるわけです。でこれはまあなんかだからいい瞑想っていうかこう宗教的なものね。さっきのお仕置きあれやっぱちょっといろいろぶち壊れすぎてましてですね、ああいうのこうなんつうの LSD とかそういう薬物系ですよね。同じトランス状態に人間の脳を持っていくやり方としてここは自力な自力脳内麻薬によるあれは暴力的なもんですからね。でもまあ作用として表面的な作用として同じようなことになるんで面白いなと思って、だこっちの方がね当たり前です。自分の脳内で完結していくもんなんでまあ体負担はないわね。だからやっぱ疲れないまたやろうっていう気になる。そして玉坂めちゃくちゃ出た時なんかは全部自力でやった感になるからすごいこう高揚感喜びっていうのは増してくるし、まあ、そういうところやっぱ海の偉大さですよ本当に。だから海のこの感覚を他のアプローチから実現しようっていうことでいろんな台があるわけですけど、それスペックで凌駕しようみたいなことでどんどん来てるわけですけどね。それがまあできなくなり煽りで煽りもいろんなパターンいろんな有名なキャラクターで尽くしたから、あれもタコみたいな最終手段、あなんか激アツっぽくなっちゃった。いろいろ喋ってるうちにやったいただきかな。これどこでもいいよ、3でも4でも5でもいいよ、何だっていいよ、最終的に5ですか。よっしゃありがとうありがとう。やっぱ海褒めてたおかげですね。枝やなゆうたおかげです。ありがとうございます。よしなんとか追加500円で済みました。あとは連チャンですよ。56連チャン1回決まったら大体今日仕事終わりだから頼みますよ。僕なんでライトミドルの海が好きか ST が好きかっていうと時々めちゃくちゃ連チャンするからね。え壊れたのっていう連チャンする時々あるんで、まじブラックライトそうまさにこれですよ。ライトもう26連5連ぐらいしたことありますからね。その時本当に壊れたかと思ったもん。うおー頼むお願い。お疲れさんお疲れしたお疲れさんでした。つらいですねー。なんでやねんこんな難しくはないよ。ああよしああこれ何なんすか今おかしなことになってんな。だいぶ引きおかしいよこれありがとう電柱保留でいただきました。あれだしいやー謎当たりですよねまさに謎当たり ST で当たっとけっていう話でそれのはすっきりするわ。よしこれだノーマルだ。ああ本当に海ってトリッキーすぎるわああもうほんとこもうちょっと安心感なら当たり欲しいわ。ありがとうございます。呼ぶかお姉さんだったし。あれだす。お兄さんでした。あれだす。ここのコース担当の方は女性だったんで呼んでみたんですが、お兄さんささって来たの。めっちゃ早く来たよお兄さん。さあ、まあよれよれながら2連したんで、ここで何か変わったかな。ここで綺麗に決まればいいんだよ。いい流れ来い。もういい流れ、バッツバツこうできますからね、いい流れに入ると。ああ、クラゲ来た。うわー、やりきったかなこれ。いや、そこ当たっとこうよ、そこ当たっとこうよ、ねえ、なんやなん今の。本当に出るか出ないかどっちかしかっていう、そういう日でしたね今日は。あー、マジでスティ中のなんかもうなんともかんとも当たる気せん感じ、やめて本当にぐらい。はい、あと1回当てたいですけど、私今日本当に貴重な人生の浪費的な時間を過ごしてるうちにね、気がつけば半日経っちゃってるわけですよ。ねえ、人間何もやってなくても時間は同じように流れていきますから。で、何にもしてないとか言いながら、無駄な一日とか言いながらね、これ編集したらそれなりにまあまあ20分ぐらいだったら面白く見えるはずなんですよ。でしょ、ここです、ここ編集マジック。そう、僕ね、恵まれてること言ってみましょう。編集能力に長けたディレクター担当者に恵まれてんの。これはね、この番組もそうです、もちろんそうです、スカパーもそう。おららー、そこのおかげで僕生きてるとこあるんで。おわ、すいませんでした、あらたした。花火師とか褒めたら当たったー。うわっしゃい、気持ちいい、ありがとうございます。総投資2万4500円、 OK。 よしよーし、たっちゃん、たっちゃん止めます、止めます。あらす、あす、あす。無言で玉2発投げれて去っていくおじいさん。だいぶなんだかんだ馴染んできてるんで、このお店さんね。よし、頑張っていこう。もう一回欲しい。もう一回で一箱になるから、そしたら綺麗に流せる。いいよいいよ、どうですか。ダブルで折って、せーの、ありがとう。来た来た、時代が来ました、ついに。すごいな、全然チャンスが飛ばなかった。ありがとうございました。というわけで今日の実践はなんとなく遊んだぐらいになったかな。よかったです、ありがとうございました。さあ、というわけで実践終わりました。今日の一連がね、どのような映像で何分にまとめられているか現状を承知しておりませんが、もう何もお客様に提供するものがないです。今日はっきり言いますけど、これを見て得すること、そうかと思うこと、大崎さんのこう見識が分かるとか一切ない。なんとなく成り行きで海を打ち、成り行きでお座り一発当てたり16ラウンド引いたりしながら最後連チャンでわーいって終わって、最高ですね。もう本当にもうこれぞなんつうの、パチンコっつうのはね、まあ、無駄の極致ですと言ってます。娯楽はすべからくそうであるんですけども、特にパチンコなんかそうですよ。もう無駄の究極系で、無駄なことを朝からやって、最後なんとなく4連か5連して、ああなんとなく面白かったなって終わって1000円使って上1本もらって帰る。最高です。こんなの言ってみましょう。こういうことができる大人になれっていうことを僕は言いたい。皆さん若い人には特にパチンコね、なんかこう意味を持たせようと思って頑張ってる人たくさんいると思う。期待値を積もうとか、まあパチンコやることで先々何かその業界と絡む仕事をしたいとか、まあいろんな意味があってやってる人はね、特にこういう媒体の映像を見てくれる人多いと思うんですけど、そんなもんじゃねえわ。最終的に行き着くとこ、無駄なことをやる、無駄なことに時間を使って、なんとなく今日一日過ごして、まあよかったかなっていう、そういうことをこうなんつうのかな、誰にも恥じることなく、そしてしまったああしとけばよかった後悔することなく、一日をこうやって過ごせるのが一番幸せやということを僕は強く言いたいですね。こういうことです。演者になって成り行き上私になってしまってるんでね、だからまあ成り行き上になってしまったけども、仕事っていう意味合いでやらせてもらってるんですけど、まあこれとまた炎上しそうですが、幸せですよ本当に。無駄やなって一日過ごして、なんとなく仕事になるっていう、これですね。ここを目指していってほしいですね、若い人にはね。まあこのパチンコ業界にそういうまだ金脈があるかわからないです。別の世界かもしれない。でもね、まあこういうことです。僕ね、何回って長くやってるんで、それなりの蓄積あんのよ。蓄積っていうのはね、その知識とかじゃないよ。なんだろう、人間関係的なこととか、まあそういうところをこう言っても、まあ確かに今日はちょっときつかったですね、お店さんが怒らずに。これが日直島田が言ったらどうなるかと思いますか。てめえ二度とまですこらってなってるわけですからね。それを僕が言ったら、うん、そうですよねって、まあ、店長さんなんとなく聞いてくれると思うわけ。分かりました、もうちょっとサービスしといた方がいいかなって、そういうところやと思うんだね。というわけで、無駄な一日を過ごしてどうやって終わるっていう、こう見た人の、ね、感想は本当にガツクってなるでしょうね。その時その時は楽しいしテンションも上がるんですけど、一連全部終わって「はい OK です、ありがとうございました」って言った後、はーってなることが最近多い。でこれ嫌だとかってことじゃなくて、なんとなくこうやっぱエネルギーをこううおーって出していくっていう、ここのところってね、こう年とともにやっぱエネルギーがだんだんこう失われていくわけじゃないですか。そこをでもこうね、カメラの前に立った以上出していかないと、変なヨレヨレテンションでやるわけにわーってやって、その反動がカメラ止まったぞーってくるっていう、そういうような状況がだんだんその振り幅が大きくなってきてて、でだんだんこう下方向に向き始めてきてるんで、まあね、50になって徐々にこう男性更年期的なものにね、踏み入れる時代になってまいりまして、女性の方、妙齢の女性の方ね、もう同年代の方大歓迎です。身の程、いや怒られますね、身の程とか言ったら怒られる。ごめんなさい、ごめんなさい、そういうつもりはまあ元ないんですけども、仲良く同世代のね、年を経て人生経験を積んだ人しかわからないおしゃべりをして盛り上がっていってね、先々茶飲み友達として長いお付き合いができたらいいなとか思ってますんで、一つこれからも一人もですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。